ってるの見たことあります、ね、はい、あ、すごいキャラ選んでますね。うわ、もう分からねえ、もう分からねえ、すごいですね。 1P 側が1さん、 2P 側が回転王さん、はい、キャラがチャン、バンデラス、ハインっていう、すごいキャラセレだな。これはなかなかあれですね、これは長い鉄球。あ、もうやってますね、これは明らかに。今回のバージョンでキャラによって体力の差がついたんで、その中でもチャンは1200といって一番体力が多いキャラなんで、うわー、届く鉄球強い。これは2番、そうですね、下は900、上は1200で一番多いキャラなんで、そうですね、300っていうと1ゲージの壊しからの発動コンボを当てないと減らないぐらいのあれなんで、その分あるって考えるとすごいアドバンテージと思ってたら、と一木さんが跳ね返しましたね、もうやりましたね。そうですね、これはいけそうな、いや、まだわからん、このキャラ前のバージョンですら戦ったことないんですけど。なるほど、ちなみに僕も はい、全然ないです。うわうわうわ、あっと、これはなんだこの技、裏に回った、やめろ、来るんじゃない、これは通常投げ、おと発動してかっこよすぎるこのキャラ、ぶっ放すしかねえ。これはわ、知ってますね、ちゃんと、おお、有利を取られてるっていうの分かってて、ちゃんと後転で避けて、しっかりしっかり、ちゃんと知識もやはり知っている、知ってますね、明らかに。そして俺はこのキャラを知らない、やばいぞ、これは、これは、おっと、ガードポイント取って、なかなかあれですね、かなりいい試合を、うわー、分かる分かる、これは、うわーっと、これは かっこいいな、このキャラ、こんなキャラだったのか、ジリリジリリってなりますね。やばい、とこれは入れ込み発動、やばい、あっと、これあれですね、新要素ですね、今回から。なるほど、拾えるようになったんで、おお、これはこれ服部さん、服部さん結構服部さんなかなか強化されたみたいで、そうですね、はい、世界チャンピオンの M ダッシュ君も、はいはい、服部がわからんって結構困ってましたねあ、オンでも増えたみたいなんですね。やってないやってない、やばい、入れ込み、これ回転王さんの立ち回りがなかなかせこい感じの立ち B 立ち B みたいな、あー外れた、おうおう、これは厳しい、ガンギャンを使わざるを得ない、おと、ここでコンボ決めてちゃんと決めれば倒しきれるのかというところで、あっと、うわわっと、これはわあ、これはちゃんと決まると、これはちょっと、これは今日初めて出るキャラ3体ですね。そうですね、はい、やばい、ロックとの対戦初だな。そうですね、この調整で新キャラが追加されたので、バージョンアップで、これすごいですね、テリー対ロックが見れるキングオブファイターズはなかなか新しい。そうですね、そうですね、ロックはリベンジなんてさせてたまるか、テリーとギースの技を持ったキャラなんで、これはおうおうおう、これはコロッサスさんの K14 が終わってしまうのか始めさせてなるものか、始めさせずに、あ、やばい、投げられた、投げが決まって、
発動コンボまで行って先方戦は一木さんのテリーの勝利ですね。これでも視界はどれぐらい見えてるんですかね。そうですね、と出ましたね、このマスクの色がえぐい、色がかっこいいですね。でも紫、確かに、ああ見えない見えない、おっとやばい、なんかダイナソーだけ動きが違う、なんかダイナソーは知ってるロック、全然違う、話が違うぞ、ロックは、あっと、これ魂キャラですね、完全にこんなに動きが変わるのが魂だけで、さすがにマスク持ってるだけある。普通にうまいですね。金城さん助けて、これは危ないです、危ない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 、これはかなりやはり強い魂キャラだけあって、かなりなんかロック使ってた人、この人確かにこれなんかもうロック選んだのはお遊びの可能性がありますよ。まさか1ラウンド目はこれだった、あれですね、てかもう別に14始まってますよ、普通にそうですね、これ動いてるんで余裕で、逆にやってないやってない、逆に一木さんの剣法は終わらされてしまう可能性がある、俺の14が終わる、これはしっかりすごいジャンだな、終わった、中断勝てない、中断、おミスになってしまったが、おっどっち行くの、これはやばい近づけない、どうしよう、そうですね、だから立ち回りがかなり、わーっと見えない、めくりかと思った、これはあーっと前転を止めれなくて、対空出たんですけど相打ちになっちゃいましたね。そうですね、無敵がこれしんどい、わーくぐっちゃったよと、これはかなり厳しいか、おっと、あーっとこれはこれはやばいですね、やばいっす、これはダイナソーってなんか変わったりしたんですかね。あ、かなり強化されてますね、前に比べると強化点がすごい多かったです、はいはい、でダイナソーも体力が多い方なので、これはと対空が出て、なるほど、しっかりコンボ、え、なに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 、俺もやる、これは俺もやる、あれは駒投げですね、と当たって、うわー根元で当てらんねー、これは今倒せればまだわからない、勝ちたい勝ちたい、あと少しが、30秒切る前に倒せると体力回復が、そうですね、多い、体力回復が多いので時間によって体力の回復量が変わるんで、うん、最後誰だっけ、大将は、あ、なんか一番ヤバそうなのが出てきた、アントノフはちなみに解説してる僕もあんま分かりません、なんかすごい火力はかなりあるっぽいです、火力はある、おこれはあれですね、キャラ設定上は今回のおっと、何何、おキングオブファイターズを開催している主催者なんで生発動怖すぎる、これ地雷神みたいな感じなのか、完全にわからんごろになってますね。完全にわからんごろになったと、これで勝利は空中から地雷選び、気になりますね、うわうわすごいキャラですね、えぐ、あれコロッサスさんとかなりキャラ選択が似てるんじゃないですか、これなんだこれ、え、2人何友達か何か、多分マブダチの可能性ありますね、だったらもう俺は全力で挑まざるを得ない、そうですね、よしコロッサスさんダイナソーにやられた恨みを、小田さんのダイナソー、やばい、もう強い、プロデューサーに勝って出演権を獲得するためにも、出演権を獲得したいですね、あ必殺技決めて、だーっとしっかり、何それ、しっかり、はい、ガードポイントがついてる駒投げで対空を、もう怒ったぞ
プロデューサー、プロデューサーをもう一度コマ投げしっかり決めてすぐ絶滅。おっと怖い怖い怖い、これはあっとこれコマ投げですね。あ、これ移動投げなの。はい、移動投げですね。なんでわーっとめっちゃいい勝負、めっちゃいい勝負、やばい、あれ持ってたらやられる。知らなかったっすね、あれは移動投げなんすね。移動投げですね、覚えた。で中堅はザナドゥ、こう転生して、わーっとあれもあれもあれなんで移動の小馬投げなんで、はいはい、減った。これはそうですよね、あれですね、知ってるけど今普通に食らいました。結構反応できないですね、はい、難しいです移動投げ。僕もザナドゥ触ってたんで、ええ、結構知ってるんですけど、なんか知らないことするのやめて。消費者だったら使ったんですけど、これは確定ですね。怖いよ生発動とか、生発動して一応必殺技に無敵つく技もあるんで、はいはい、そうですね、近寄るとまあ今あれがそうですね、あれの EX 版がまた駒投げで崩して届く、これは怪しい、届け、届いた、届いた、新要素のあーやばい、かわいい、かなり届かない追撃を見せて、ああ膝、先に大将を引き出したのは石木さんですね。これ大将アントノフですか、ね、かなり色がかっこいいですね、いい色、黒。おお、わかんないわかんない。わっと、これさっきのやばい、さっきの戦いが思い出される。そうですね、トラウマが。トラウマ。怖い。EX版と何が性能違うのかな。ああ、強パンが出ねえ。とミスってしまう。と。サギ飛びレシピでしっかり、あ、はい、最後のチャレンジャー勝者は市來さんになります。